みんながせかせかと働く中、私は踊る。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、ゴルゾン酒場がちょっと完成したらしいんだけども、すげえやばい、食べ物まで全部用意されとる。なるほどね、こういう感じなんやね。え、絶対さ、私よりみんなの方がねえ、ちゃんと建築できることない？あ、あっちか。へいへい、違うわ。どうだ、見てくれアイナ、ゴルドン酒場の一つ目の設計図が組み上がったぞ。あとは赤の染料で染めたブロックライトを置けば次の設計図に進めそうだな。まずは金のインゴットとガラスを素材にブロックライトを作る。でもってそのライトを染色釜と赤の染料を使って赤く染めるんだ。ここまでの酒場を見るにブロックライトは8個いるんだろう。早速作って目印の場所に置いてくれ。ブロックライト8個。ちょっと待ってね。染料釜どこに置こう。この辺に置いとったらいいかな。あ、染料釜も作らんといかんのか。これね。染料釜じゃない。染色釜やった。はい、染色釜完成。で、これを、まあ、この辺に置いておけばいいかな。染色釜。そしてブロックライトが8個いる。よい。しょ。これで、ブロック。これが8個。はい、オッケー。これで8個やね。これであとは、はい、ここでブロックライトを、ブロックライトどれ？ここ？あ、これを赤く染めます。はい、8個。ふぅ。さあ、これでできた。さあ、あとは赤く染めておけばいいんやね。オッケー。ごめんね。ちょっとトイレを通り道にしたけど。あ、通れない。くっ。通れなかった。あ、あっちから行かんといかんのか。くっそめんどくさいな。よし。行きます。あ、ごめんね。ここ外だった？あ、これで、あとはこの表示のある場所に置けば、どこ表示のある場所？なんかいまいちよくわからんのやけど、この上？違う。あ、もうあれか。とりあえず、まあ、わかりやすい場所のやつを、こう、置いて、あ、次この中？はい。置いていきまして。あ、ここでもみんなちゃんと働きようやね。はい。置いて、どこ？ん？は。そして、みんなめっちゃいろんなところで飲むやん。あ、ここなんや。了解。じゃ、これも。あ、違う。何を探してるんだ。それじゃなくって。はい。これで完成じゃない？うわ、なんかすごい怪しい雰囲気。めっちゃ怪しい雰囲気。早く来て。来てる？ほら。お、来てる。よ、できたよ。うおー、でかしたぞ、アイナ。赤いライトを置いてくれたんだな。これで一つ目の設計図は仕上がったぞ。これだけ金ぴかの酒場なら、きっとメドーサボールもおびき出せる。奴を倒せばペロも救えるはずだぜ。そうそう、お前さん、染色釜を作ったんだったな。そいつがあればライトだけじゃなく、特定の建材を好きな色に染められる。ビルダーにとって最高のもんだろ。全部を染められるわけじゃないが、いろんなもので試してみるといいぜ。それでなんかいろいろまた幅が広がっていくわけやね。やば、もうすでに光り輝きよりよ、メドーサボール着ていいんじゃない？いや、もう全然みんなあれやん。ペロがおらんくなったというか、石にされたことなんかもうどうでもいいやろ。超はしゃいどりやん。うおー、一つ目の設計図が出来上がったな。さすがだ、さやいな。イエイ。さあ、これで何段階あるんやろ。よし、この調子で酒場を完成さればメドーサボールをおびき寄せられる。あとはメドーサボールを倒せればペロを助けられるはずだな。うごごご、アユナ頼む。
二つ目の作場の設計図、今すぐ書いてくれ。そうせかすなよ。これできるのお前だけ。ペロ助けられるのお前だけ。どうか頼む。ちょっと待ってね。さて。お、なんか周りがちょっと増えたね。どんな感じになるの？すげえ微妙じゃない？ゴルドン酒場設計図2を描いた。2でいいんかな。あ、え？階段とかできたよ。2階建てになるってこと？やば。へ、そういうこと。よし、2つ目のゴルドン酒場の設計図が描けたな。次はこいつを進めるぞ。おう、私の作ったガラス窓の使い道も考えてくれたのだな。金レンガの壁もさらに使うのか。用意しすぎたかと思っておったが、うまく使ってもらえるのは気持ちがいいぞ。ねえ、ところでアイナちゃん、あなたはこの島に伝わる切ない恋の物語って聞いたことある？島に来た美しい髪の乙女が、輝くような島の男に恋をした。でも、やがて乙女は嫉妬に苦しめられ、男を殺して、地下深くへと潜っていった。私これって、メドーサボールとゴルドンちゃんのことじゃないかと思うのよ。え？それ、お前の言う通り。俺、あいつに突然好きになられて、ずっと付きまとわれた。そうか。それでゴルドンさんの宝物だった笛を取り上げて、半分だけ神殿に祀っていたわけですね。メドーサボールもゴルドンちゃんという光に心を奪われちゃったのね。人間の話じゃなかったんや。それが今や憎しみに変わり、光り輝くものを威信するようになったと。人も魔物も恋路というのは複雑ですね。でもなんかそれ聞いたらちょっと、かわいそうに思えてきたけど。さあさあ、今は恋路よりも建築だ。まあ、早速、二つ目の設計図を組み立てていくとしよう。建築は引き続き、俺たちに任せておけよな。お、ありがたい。さあ、気を引き締めていくぞ。えい、えい、おお、なに？まだ何か必要なものが。設計図の組み上げは俺たちみんなで進めておく。今回もお前さんには俺たちが建築を進めている間、お前さんだけができることをやってほしいが、赤いライトの時のように何か必要なものはないのか？ん？何？設計図が完成したら今度は青いブロックライターを置きたいだと？赤の次は青か。これはお前さんのこだわりってやつだな。やっぱりお前さんはビルダーの鏡だぜ。こだわるなよ、そんなとこ。だが、ブロックライトを青く染めるには、青の染料が必要になるな。お困りかしら。青の染料は、坑道の地底湖を潜った先にあると思うわ。地下のことならおばさんに任せて。地底湖のあたりに、潤い好きのホームスライムがいたはずよ。もし会えたら話を聞いてみて。潤い好き？スライム、そもそもね、潤っとると思うけど、プルプルやん。よし、そんじゃあ会えな。坑道の上層にある地底湖に潜って、青の染料を15個見つけてきてくれ。地図に目的地が表示された。15個やって、15個。さあ、ということで、さあ、向かいましょうか。どこだ？上層よね。ってことは、この辺にとりあえず、ワープして、はい、到着。目的地でも結構遠い気がするんやけど。そうでもない？あ、これか、地底湖。私がいっぱいなんか植物とか取り寄ったとこやないん、これ。ん？そこ？これは、泳いで行けばよろしいのかしら。まあ、とりあえずそこ上がれるよね。うわ、敵おるやん。待って。聞いてない。あ、ホイミスライムや。潤い好きのホイミスライムやね、あれはきっと。てか思うんやけどさ。この、びっくりした、指導か。この辺、導きの玉とかないの？あれよ。いやー、溺れる。でもあれやろ？ここにマーマンが出てきたりはせんよね。なんて、ここから飛び込めば？その前にさ、よいしょ。ふぅ。やあ、人間さん。地下生活は快適に過ごしてますか？地下生活は別にしてないです。地下生活もいいですが、水中生活もなかなかいいもんですよ。何より潤いが違います。水の中には素敵なものもありますし、気が向いたら飛び込んでみてください。さあ、恐れることなく思い切って。こっちに飛び込むってこと？なるほど。ないんすか、導きの玉は。ありそうな感じするけどね、この辺。
まあ、ないっぽいけん飛び込みますか。まあ、一応さーっていう音も聞こえんかったしね。行ってきまーす。で、で、あ、ここから上に出れるってことか。ここ出たらどう？この辺何かあります？あ、てかここで吹けばいいのか。ちょっと待って。君と話がしたいわけじゃないんだ。さあ。あ、てかあれじゃない？これやん。あるやん。見えるやん。あったあった。よし。これだ。これを15個や。よし、頑張って取って帰ろう。はっ。イェーイ。いけた。15個揃ったね。オッケー、帰ります。はい。拠点へワープ。はい、到着。さあ、ゲットしたよ。あ、そうよ。またあれよね。ブロックライト作らんといかんのよね。また8個？8個なの？もう作れるのは、あ、とりあえずいっぱいあるな。作っておこう。はい。うおー、でっかいしたぞ、アイラン。青の染料が手に入ったんだな。その青の染料があれば、ゴルドン酒場の仕上げに必要なブロックライトが作れそうだな。まずは2つ目の設計図が完成するのを待ってくれ。そうしたら青の染料の出番が来るぜ。オッケー。とりあえずまた8個作ろうと思います。8個なのかどうかわからんけれども。ブロックライト、これね。これを、5個までは作れるね。あと3個や、あと3個。本当にあと3個なんかはちょっとわからんけど、私は勝手に今決めたけど。で、ゴルドン酒場まだ出来上がらないの？ちょっと遅いんじゃなくって。この辺もなんかに使えそう。よいしょ。じゃ、一旦外に出てから。おー、でもなんかすごい！え、やばー！これガラス窓とかも作られとるよ。やばいね。うわー、もうみんなせか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 と動いて。ごめんね、私めっちゃ邪魔じゃない？あ、ここ踊る場所？イエーイ！みんながせかせかと働く中、私は踊る。あ、完成した！完成したよ。ありがとう。やったね、これで。イエイ。できたね。どこ？こっちこっち。待たせたな、アイナ。二つ目の設計図が組み上がったぜ。あとは青の染料で染めたブロックライトを置けば、三つ目の設計図に染めそうだな。前と同じように、まずは金のインゴットとガラスを素材にブロックライトを作る。でもってそのライトを染色コマと青の染料を使って青く染めるんだ。ここまでの酒場を見るに、14個マジで？早速作って目印の場所に置いてくれ。全然個数違ったわ。くっそー。くっそー。これまでの酒場を見て何をどう参考にしたんかがよくわからんねえけど、その辺も教えてよ。まあ、とりあえず、染めましょうか。ブロックでこれか。とりあえずこれ、今ある分だけでも、はい、7個青く染めまして。で、これを、さあ、置きましょう、置きましょう。空腹で倒れそう、マジか。ちょっと待ってね。どこに、あ、ここに埋め込むんや。なるほど。あ、違う、これは染料やね。ブロックライト。青いブロックライト。え？どこ？なくね？あ、あったあったあった。これか。はい。青いブロックライトを、はっ。おー、いいっすね。これをここに埋めて、あー、綺麗綺麗。よきよきだよ。んで、あとは？あっち側。ここ？あ、ここに2段に置いてくってこと。なるほどね。いいやん。あー、なくなった。なくなったよ。ちょ、待って、出口がどこかわからない。よし。で、あと7個やね。ちょっと。
サボらないでくれるかな。はい。これで全て取れた。んで、はぁ、これでできる。完成するわ。オッケー。さあ、これで。はい。青いブロックライトね。これで、置いてきます。あ、ごめんね。指導なんか用があったんかもしれんのに。別に呼んでないけん大丈夫よ。これで、あっこの奥に、よいしょ。間違えた。危ない危ない。はい。あ、こういう感じで置いていけばいいんか。よいしょ。ふぅ、完成！やったね！できたよー。できたできた。早く早く。こっちこっち。見て見て。完成完成。素晴らしい。え？斧入れれるの？やば。入れたところでやけどね。え、ちょっと早く。どこ？はよ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 。こっち、こっちこっち。もう肉料理置いとるやん。あれ？なんでそこで止まっとん？ちょっとこっちまで来いよ。あそこから来れんのんやね。あ、ちょっとどこ行くの？あいな、青いライトを目印の場所に置いたんだな。これで二つ目の設計図も仕上がったぞ。めっちゃ笑う。なかなかいい具合に酒場ができたな。できてきた。俺たちも立派なビルダーだな。ところであいな、これから戦うことになるメドウソボールにどうやって立ち向かうか考えてるか？おそらく奴はペロにも使った石化光線で攻撃してくるだろう。おお、使われたら終わりやん。あいつを迎え撃つために、あの石化光線を弾き返せるような特別な装備でもあればいいんだがな。鏡、鏡。お、なんだ？ひょっとして早速考えてくれるのか？さすが俺たちのビルダーだぜ。え、この作場はもうこの2段階で終わりってこと？そういうこと？何か思いついた時のために、俺に秘蔵のお宝を渡しておこう。古びた鉱石、ありがとう。昔行動で拾った金属なんだが、他ではお目にかかったことがない、恐ろしく硬い金属だ。メドウサボールに対抗できそうな何か思いついたら、素材にしてくれよな。おお、光り輝く。いいね、いいね。踊ってるわ、踊ってるわ。みんな働く場所がいっぱいで大変やね、バーだらけで。3箇所にあるもんね、今。やったわね、アイナちゃん。二つ目の設計図も出来上がったわ。イエーイ。これはなんてピカピカなんだ。もともとハーゴン強度に信者だった僕らが、こんなピカピカなものを作ってしまうなんて。これだけピカピカなら、必ずメドウソボールもやってくるわ。うまくおびき出して倒しちゃいましょう。なんだか俺、力湧いてきた気がする。そんなところから話してるのか。メドウサボール来たら、俺も全力で戦う。力取り戻して、ペロの石化解く。へえ、好きな人にやられるとかめちゃくちゃ、かわいそう。うごご、頼むアイナ。最後の酒場の設計図書いてくれ。あ、3段階あるんやね。なるほど。さあ、これで最後は？なんかまた微妙に増えたぞ、周りが。ゴルドン酒場設計図3を描いた。あれは？何？どういう、何あれ？どういう場所かがちょっといまいちよくわからんけど。まあまあまあ。おお、新しい設計図が描けたな。これを作りきれば、ゴルドン酒場完成だぞ。それにしても、アイナさん。この酒場、なかなかぶっ飛んだ発想ですね。さすがはビルダーさんだ。ハーゴン教団から悪の申し事を教えられてきたビルダーが、まさかこんなにすごいとは。そういや気になったんだ。どうしてこの島の連中はビルダーを憎んでやがったんだ？知らないんですか？そもそもゴルドンさんを作ったのは、かつて島を訪れたビルダーだったって。え、じゃあいいやん。守り神やのに。それ本当か？でも俺、その記憶ない。だが、ゴルドンを作ったおかげで、
島に金や銀が溢れてたなら、ビルダーはいいやつってことじゃないのか？ただ、考えようによっては、ビルダーが金や銀をもたらしたことで、島に争いが生まれたとも言えるわけで。だから教団は、人々を扇動した悪として、島民がビルダーを憎むよう仕向けたわけです。なるほどね。どうしてそれを知っていて教団の教えを信じたのか、ですって？それはほら、あれです。業に行っては業に従えというか、長いものには巻かれろというか。まあ、後者の方やろうね。教団の奴ら、モンゾーラでも似たようなことしてやがったな。まったく飽きない連中だぜ。しかし、私たちはもう教団には騙されません。アイナさんのビルダー教一筋ですよ。うごご、アユナ、金ピカの酒場の完成、もうすぐだ。もう一踏ん張り頼むぞ。でも頑張るのは君たちだよね。何、怖いんだけど、背後にぴったりと。アイナさん、ゴルドン酒場の完成はいよいよ間近です。今まで通り、酒場は私たちが組み上げますが、酒場の完成に足りない素材はないですか？あ、最後の素材としてダイヤモンドが欲しいですって？あの幻とされている鉱石を？ダイヤモンドなんて、散々鉱脈や宝石を探した行動のどこを探せば見つかるんでしょうか？やだ、ダイヤモンド？それこそ、私が求めていた最高のお宝よ。ついにこの時が来たんだわ。こんな時こそ、やまびこの冬を吹けばいいじゃない。きっと求めるものの場所を示してくれるわ。ダイヤモンドを見つけたら、10個は持って帰ってちょうだいね。おいおい、簡単に言うなよ。やまびこの冬を吹くって言っても、一体どこで吹けばいいんだ？実は私、ここに来た時から気配を感じていたの。あゆな、物は試しよ。今すぐここで笛を吹いてみて。マジかよ。この辺にあるってことっすか。はっ。みんな早速取り掛かったみたいやけど、作業に。どこ？ん？え、どこ？ん？わからんけど。お、やまびこの笛を吹いたんだな。どこ？どこかに反応はあるか？ん？誰？どこ？ん？そこ？お、あそこの地面の岩が光ってるぜ。よし、アイナ、俺についてこい。はい。どっち？早く行けよ。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。